司教様、見ての通り半空の台に到着しました。これらのレンガはもともと存在しなかったのですが、私たちが前に進むと上から落ちてきて先につながる階段となりました。相手は私たちに気づいていると思います。ですが今のところ敵にはまだ遭遇していません。主教様。まあ聞こえていないはずだ。すまない、教えておいた方がよかったかな。無駄だよ、今の君たちには見えないから。沈黙を保とうとしたが君たちがあまりにも遅くてね。慎重はいいことだと思う。だが安心してくれたまえ、この道は君たちを僕のところまで導いてくれるから。だから早く来るといい。君たちを待っている。この世界にはまだ崩壊が残っている。あいつ生意気やな。ほんまに行ってもええの？総員集合。他に選択肢はないからね。ようこそ、天命の子供たちよ。はあ、待っていたぞ。君たちに礼を言おう。君たちのおかげでやっと断りの律者を誘い出せたからね。この件に関してとても助かったよ。ルケニ、君のしもべを僕に貸してくれ。恩人たちをもてなそうではないか。おや、見たことのない顔が二人いるね。天命は今男性も採用しているのかい？カスラナ家の人には見えないね。遅い。久しぶりだ、大天姉さん。一瞬わからなかったよ。そうだ、思い出した。ルケニー、君の将軍に気をつけてもらうがいい。あれはかつての雷の律者だからな。そのエネルギーは貴重だ。この機会に奪うと。うちのことも何か言ってよ。
であろう。一つ貸しだぞ。ここは君の将軍に任せた、ルケに。行こう。天上の人のため、星の扉を開けようじゃないか。了解。その件は天明の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。ここは君の将軍に任せた、ルケに。行こう。了解。天上の人のため星の扉を開けようじゃないか。その件は天明の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。